1024人いた戦士の中で残ったのはもはやお前たち2人のみ。勝者には栄誉あるアテナのセイントの証、このペガサスのクロスを与えよう。あれがペガサスのクロスか。あのクロスを手に入れるため、俺ははるばる。せいや、クロスはお前にはやらんぞ。ギリシャ人であるこのカシオ様のものだからな。さあ、一思いにこのまま握りつぶしてやる。カシオス、俺はもう昔の聖夜じゃないんだぞ。行くぞ。勝者セイヤ。アテナはセイヤを新たなるセイントと認めた。やったー、やったやった、ついに手に入れたぞクロスを。なおセイヤに忠告しておく。セイントは古来よりアテナを守護し、正義を守ってきた。そのクロスも、正義を守るためにのみ身にまとうのだ。決して私利私欲のためにまとってはいけない。うん。己聖夜め、必ずペガサスのクロスを取り戻してやる。やはりシャイナがこれで済ませるわけがないか。ちょっと待ってよマリンさん、なんで逃げたりするんだよ。俺は明日堂々と日本に帰れるはずなのに。クロスを取られたシャイナの一味がお前をやすやすと帰らすわけがないさ。おい、聖夜からクロスを取り戻すんだ。結局遅かったよね。サンダークロー、今俺のコスモは全開で爆発寸前だからな。サンダークロー、いってー、まるで全身を何万ボルトもの電撃でえぐられたみたい。冗談じゃないぜ。これ以上同じ奴を食らったら本当に殺されちまうよ。姉さんに会うまで倒れるわけにはいかない。せいや、クロスは身を守るためのもの。自分の身が危うくなった時には迷わず箱を開けなさい。クロス、わかった、やるよ。悪霊が出るか、希望が出るか。战斗会产生怒气值，見えない。今の聖夜の剣はマッハを超えた。しかもその風圧で私のマスクまで飛ばす。へえ、シャイナさんってそんな顔をしてたのか。もっと鬼みたいな顔かと思ってたよ。セイヤ、今度会った時は私もクロスをつけて戦う。その時はお前も本気で戦え。
なるべくならそんなことで会いたくないな。セイヤ、この6年間よく頑張ったね。ただお前の戦いはこれから始まるんだ。セイヤ、クロスを日本に持ち帰ってどうするつもりなんだい？教えたらマリンさんの素顔も見せてくれるのかな。女セイントは仮面を外してはいけないんだ。お前はさっきシャイナの素顔を見たから、おそらく今後はあの山を越えればアテネ市内へ出られる。